こんにちは。1分でお答えするショート Q&A です。本日のご質問です。スリーミックス治療法っていうのはどう行いますかっていうご質問です。従来の治療法では神経を抜かないと治せなかった深い虫歯に対して神経を抜かずに治すことが可能となる場合があり、虫歯に侵食された部分は可能な限り削りますが、神経に近い部分は削らずに虫歯のまま残して、このスリーミックスという軟膏ですね。いわゆるこうちょっとペースト状になったものを詰めたりします。で、場合によっては従来あるセメントにこのスリーミックスを混ぜて、応用されていた先生たちもいらっしゃると思います。そんな形で、材料とすると若干柔らかめのペースト状になっているものをそこのところに詰めるという形ですので、しばらくしたらばそれを取り外しして、またもう一回ちょっと硬いものでお詰めするというのが本来この療法の原則だったと思います。現在スリーミックス法っていうのとスリーミックス MP 法っていう方法の本当は2つの概念があるということも、覚えておいていただけるといいと思います。 MP 法っていうのはタクシゲ先生という先生たちが、提唱されている方法でものすごく、敷居が高い方法です。ですので、若干その2つがあって、今は存在してますよということを、覚えておいていただければいいかなというふうに思います。本日は以上です。